い、リファイト、お疲れ様です。今回ね、私はもともとバンデージは持っていたんで、これは巻き方を慣れるだけです。いかに早くしっかり巻けるかってことを、これから2ヶ月、3ヶ月かけて、やっぱ日々ね、こう巻き込んでいこうかと思います。これが途中で外れちゃったりすると、やっぱりこう、パンチにも、ね、威力がなくなってきますし、まあなんといってもね、こういう道具の使い方が、やっぱこう、上手にならなければ、リングに立ってもしょうがないかなってところがありますよね。まずは、このバンデージ。それから、今回はね、マウスピースを作ってみようかと思いますので、マウスピースのことの動画を撮らせていただきます。お湯を沸かして、歯にはめるところまでね。その他、前回ね、ファールカップって言って、その、トランクスの上に当てるね、要するに金的カバーですけども、これを買ったんですけども、なんとサイズが全然合わなくてね、無駄銭になりました。ですんで捨てました。これからちゃんとした自分のサイズに合ったやつをね、探さないといけないかなってところです。それから、膝当てですね。膝当ても買わないといけないかなと。あとトランクスと T シャツも試合用にいるみたいなんで、トランクスと T シャツもちょっとね、新調しようかと思います。はい、今日のレポートはそんなところでございます。リファイト。リファイト、ガイです。おはようございます。何を隠そう、私今マウスピースをしておりました。このマウスピースってすごく安く買えるんですけども、でもね、そっから自分で自分に合うように作らなくてはいけないんですよね。で、私も10月1日の試合に向けてできるところから始めようかなと思います。とりあえずマウスピースを作りました。あ、はめるともこもことしか喋れません。ですんでセコンドと話すときは、はい、はい、え、はい、このくらいしかね、言えませんね。まあでも、自分の歯型が歯に合致してますので、この後ね、2、3ヶ月、虫歯がひどくならなければ、このまま使えることだと思います。あとはこれを清潔に保つこと。うん。自分用にしっくりきてます。いけるぜ。うん。はい、でこれがね、マウスピースの原体です。こういった形で500円とか1000円で売られています。私もメルカリで480円で1個買いました。でこれをお湯につけてふやかした後、そのまま口に出たらやけどするんで、一旦水で冷やして完全に固まる前にこの口の中に入れてね、グッと奥歯を噛みしめてスッと吸うような感じで奥にこう詰める。そして自分の専用のマウスピースを作るということになります。じゃあうまくできるでしょうか。やってみましょう。はい、ご覧のようにお湯が沸きましたんで、火を止めてこの中につけます。で、こうやると柔らかくなるんですよね。どのくらいで柔らかくなるのか分かりませんので、適当にこの辺りでね、いいんじゃないかなと。そして火傷するからこの中にグッとくぐれますね。その後です、口の中に入れます。はい、まあ歯型がつきましたね、割とね。これでいいんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。これがね、これから私の体の一部になるということでございます。